ドバーラバティ王国の勢力範囲、ドバーラバティ王国は6世紀頃から11世紀頃までに存在したと言われる門族による王国。議論はあるが、ナコーンパトムを中心としたチャオプラヤー川沿いの門族による都市国家の連合体であるという見解が現在のところ有力である。もともとドバーラバティとは美術史の研究家によって 6世紀頃から11世紀頃までの時代の遺物として発掘されたドバーラバティ様式と呼称される一定の様式を持った仏教美術品を有していたと考えられる文明に対して与えられた名前である。1884年にサミュエル・ビールが当の現像が書いた著作の翻訳を行っていた際に文中にあったダラハチ族をインド神話の人物であるクリシュナの建設したとされる。 伝説の都市でバロバーティの音訳であると考え、これを訳語に採用したのに始まる。ドバーラバティ王国の成立時期は、陳書や札譜、殺譜元気の、取得元年12月警達、カシラー国権主根型物という記録から6世紀後半以降と考えられる。タイとミャンマー国境付近、チャオプラヤーが流域の海運、河川交通に適した場所に、 長径1キロメートルから2キロメートル、短径0 5キロメートルから1キロメートルの楕円形の都市を築いていた。9世紀初めに編纂された通り天の記録から、これらの都市や観合集落は支配者階級の居住区であったと考えられる。ドバー・ラバティは、随所、旧当女、新当女の記録を付き合わせると、6世紀、後半当初多漢と呼ばれるゲンミャンマー南端部の、 勢力に従っていたが7世紀初頭に逆に他官を俗国にしたと考えられている。しかし、これらの支配従属関係の情報が中国に正しく伝わっていたのかは別であり、考古学など他の視点からさらなる検証が求められる。ドバーラバティ周辺地図8世紀のものと推測されるドバーラバティ様式の法ンドバーラバティの勢力はタイの東北部にまで及んでいたと思われ、 メコン川支流の地位側、ムーン川流域にも、観光集落や声援、製鉄遺跡が見られる。またこの地域では、建物の四隅に建てられる、結界石が見られ、釈迦の前世についての説話である、本章炭の一部を題材としたレリーフが刻まれたり、サンスクリット語、パーリ語、モンゴの名文が刻まれたものも見られる。これらの名文は、 文字形態の変年研究から8世紀中央から11世紀頃に刻まれたと考えられている。これについては、ドバーラバティの勢力範囲がもともと、タイ東北部まで及んでいたのか勢力が拡張したのかという検証が、クメール王国との関連でなされる必要があるように思われる。全般的に、観望集落及びその大規模なものである都市の周辺やその内部には、 仏像を安置した、レンガ作りの寺院やラテライト製の仏塔が建てられ、仏陀の姿や建物の壁面レリーフの特徴から、主として神座部仏教が信仰されていた。ドバーラバティ時代の建物では、縦 30cm 強、横 16cm から 19cm、厚さ 6cm から 9cm のものと、 縦45から4 7トル、横2 2トルから2 4トル、厚さ1 0トル弱の2種類のレンガが用いられ、ミャンマーのピュー文化の建物のレンガと企画が告示し、小さめのタイプが用いられることも共通している。ただし、スコータ洋町時代、アユタヤ町時代の建物のレンガに比べると、 大きいため用意に区別ができる。仏像の様式も、インドのグプタ朝時代のサールナート様式の影響を、色濃く反映し、衣に、だがなく薄く見せることに特徴がある。また、チャオプラヤ川流域の遺跡では、結界石は見られないが、石の法輪が見られ、6世紀から10世紀頃に、刻まれたと考えられるサンスクリット語、パーリ語、モンゴの名文も見られる。 ドバーラバティ王国では、吉祥天の館を表現していると考えられる、シュリーバッサという文様や参加と呼ばれる、ホラカイ、キャラサと呼ばれる聖なる水を入れる壺、ボ、お牛、曲実文などを刻んだ銀貨を発行していた。また銀貨には、スライドバラバティスバラプニアという名前が刻まれ、チャオプライアーがは川口より、やや上流に位置する、ナコンパトム、ウートーンなどの遺跡を中心に出土し、 モンゴの名分のある石像物を伴う都市遺跡の分布と合わせて王国の中心部と考えられている。銀貨の鋳造は支配者階級によって統制され、私については腕を切り落とされるくらい厳しく禁止されていた。ドバーラバティの住民は像や馬を交通手段として用い、主として農業や商業をなりわいとしていた。付加徴税の制度は特に決められず、税額は 住民の意思に任せられていたという、ありがとうございます。